スポンジ式アクアリウム用フィルターの模式図。空気を供給すると、周囲の水が吸引されて、スポンジを通り、気泡と共に排出される。その際に、スポンジが水に混ざった異物を捕足する。フィルターとは、干渉魚用アクアリウム水槽の重要な装置の一つで、ゴミや糞などを取り除く清掃作業を軽減したり、飼育水中の水溶性化学物質の一部を分解する装置。 また、自然環境より小さく閉鎖された環境において、魚の育成を助ける。浄化装置、ろ過装置とも、主に一般家庭で、魚類や水草を水槽を飼育する際に使用するものが多いが、活魚卸業者や料理店で使用される、業務用の大型もある。観賞魚飼育用では、水槽内で目立たせない工夫として、岩の形などした製品も一部あるが、一般的には、 機械前とした形状をしている。一般には電源として商用電源を使用するものが多いが持ち運びに可能な電池式も製品化されている。魚などは糞やエラから汚れを排出する。また死んでしまった個体や植物と食べ残しなどからも汚れが出る。これらは水槽水を汚し、魚や植物の生成に大きな影響を与えることから、 健全な水槽には、ろ過が大切となってくる。このろ過を行う装置が、アクアリウムにおけるフィルターである。適切な汚れのサイクル管理が重要である。糞や分解物によるアンモニアは、非常に有毒である。水槽内では、低床やフィルターに生息しているバクテリアによって、アンモニアは亜硝酸塩へ、また、これを、さらに毒性の低い硝酸塩へ変えられていく。 自然界ではこの硝酸塩は植物の肥料として消費されるが水槽内の植物によって多少行われる。しかし水槽内では自然界ではありえない数と種類の魚が飼育されていることから多くのアンモニアが生成される。アンモニアなどを分解する細菌は水槽内全てに存在するが多孔質露剤を内蔵するフィルターに多く存在する。ただしフィルターで すべての有害物やゴミの除去を行うことはできないので、定期的に清掃したり水を交換する作業が必要である。物理ろ過は、食べ残しの餌、排泄物、植物や、藻類のゴミを捕獲、粒子状物質を取り除くことである。物理的に捕獲されたそれらのゴミは、フィルターの清掃や交換により除去する。飼育水に養存する不要な物質は、 生物的また科学的ろ過を用いて除去する。最終的に紫外線を利用し、病原体を殺菌することもある。スポンジ、プラスチックボール、セラミックチューブ、砂多くの材料がろ過に利用されていて、よく知られている、フィルター素材は、ウールと呼ばれる、ポリエチレン、またはナイロン。また、スポンジ、または、ホーム、各種セラミックやシリコン製品、かなり言われきも、 素材として使用される。材料によっては大きな表面積を持ち、生物ろ過も行う。活性炭やゼオライトも多く利用される。これらは多孔性材料であり、様々な化学物質を吸着したり、ろ過細菌のコロニーを形成する。最も単純なタイプのフィルターは、ウールフィルターと活性炭。ウールフィルターは大型なゴミ粒子をトラップし、 活性炭は小さな不純物を吸着する。吸着されたものが加工はするため、これらは定期的に交換や清掃をする必要性がある。キャニスターフィルターフィルターには水中ポンプによって水を送るフィルターとエアーリフト式などの種類がある。ありがとうございます。